朝鮮郷荒川ダムは、山梨県甲府市、藤川水系荒川に建設されたダム。高さ88メートルのロックフィルダムで、洪水調節、不特定利水、上水道の確保を目的とした山梨県への多目的ダムである。ダム湖の名は、ノ泉湖という。山梨県を流れる荒川は、関東山地、国士岳に橋を発し、甲府市街を流化し、 笛吹川へと合流する藤川水系の河川である。上流部は河川勾配が急で小仙橋と呼ばれる絶景の渓谷を形成。古くから観光地として多くの人々に親しまれている。その一方で大雨によってひとたび増水すると沿岸部に水害をもたらした。特に1959年には伊勢湾台風が襲来し、 山梨県内だけでも90億円相当という大きな被害を受けた。荒川の河川改修を進める山梨県であったが、稼働が市街地を縦断しておりよう地確保が難しいとされ、上流部へのダム建設案が推進された。同時に、都市の発展とともに増加する上水道用水への需要を賄うべく、貯水を上水道用水として確保する役割を持たせた。 山梨県は1969年4月より検討を投じて予備調査に着手。1973年には国庫補助実施計画調査を開始し、事業は1975年に採択された。停滞の盛り立て工事は1984年に完了し、1986年3月に完成した。総事業費は356億円。 甲府市中心市街地から荒川に沿って敷かれた山梨県道7号甲府小泉橋線を上流に向かって進むと荒川が形成する渓谷、三宅小泉橋に入る。ここは景観に優れ古くは江戸時代より観光地として栄えたと言われている。豊かな自然は現在も維持されており、特に紅葉の時期を迎えると多くの人々が詰めかけるという。荒川ダムは そのさらに上流に位置している。小仙橋をかいくぐるようにして敷かれた道路は景観に優れるものの道幅が狭い。山へにはこれを迂回するようにしてに車線道路が敷かれている。道の途中にある荒川ダムへの道を示す看板に従って進み、山梨県道112号、川久保碇線をしばらく進むと安全に荒川ダムが見えてくる。ダムこの名は、ノ泉湖といい。 周囲には道路が敷かれ駐車場や公園がいくつか設けられている。ダムの放流設備は管理事務所のある左岸側に設けられ、出水時には時期に応じてラジアルゲート1門あるいはスライドゲート2門によって放流量を調節する。これらとは別に離水放流用としてバルブが設けられており、その途中に水車発電機を配置し放流水を利用して 水力発電をしている。発生した最大4 9 0ットの電力はダムの機能の維持などに用いられる。ダム周辺に広がる森林は三竹小仙橋水源の森と名付けられ、林野町が認定する水源の森100選に選定された。面積にして64.38平方キロメートル、これより流れ出る清らかな水は小仙橋の自然美を引き立てるとともに、 多くの人々の生活を支えている。ありがとうございます。